よいしょ。おはようございます皆さん。ネキッド登場キノコでございます。見てください、私もう寝癖がすごくて、ちょっと今手ぐしでダーって戻してこれぐらいないよね。はい、今日はですね、まあ今からちょっとお風呂に入り、メイクアップも全部済ませた状態でここでポンって座ろうと思います。でそこからお洋服選びとか朝のゲットレジウィズミーを撮ろうと思います。不慣れすぎやろ。はい、ということでお風呂に行ってきます。じゃあね。はい、ということで身支度ができました。はい、私はみんなと違ってメイクの人ではないから、まあまたメイクも載せるけど、普通に服を選ぶところをゲットレディウィズミーにしたいと思います。まず私はいつも、ヘイシリ、今日の気温を教えて。今日の気温は最高が25度、最低が17度でしょうっていう感じで、シリにまあこうかっこいいボイスをこう聞きながら気温を聞くんですよ。で、そう、実はね、今日は着たい服がもう決まっていて、普段はめっちゃ時間かかんねんけど、そうなの。ついでにこれも一緒に紹介しようと思ってさ。そう、これが着てて、そう、何ってなると思うんだ。とりあえず開けるね。あーい、おいしい、来た来た、朝の身支度。この適当加減がやばい。いいんや、もう。はい、で何が来たかというと、これです。かわいい、めっちゃかわいくないですか。ここにね、お山さんのマークつい、お山っていうんかな、なんか夕日のマークついてる。そう、これが公園のあのネット予約のお洋服なんですけど、2700円っていう激プチプラなメンズの服です。で、私もうね、可愛いしやすいしということで、これ3色買いしました。これとちょっとベージュみたいなやつとグリーンです。はい、サイズは全部 M サイズで2700円なんやけど、じゃあ今日はこれの3つのどれかを使って服を選びたい。せっかくやから3着あるんですけど、今から選びたいと思います。じゃあもうどれにしようかな、天の神様の言う通り。よし、決めた。もう今日は青でいきます。青、今日はこの公園の青を着たいと思う。じゃあこれに合った服を探していきたいと思います。はい、でということで着替えました。こちらです。これかわいい、マジでかわいい、メンズなんだよね。で今日はまあちょっとスカートの気分ではなく、あのパンツの気分だから、ちょっと3つパンツを持ってきた。1つ目、ベージュね、こういう青にはベージュのパンツが合うと思って、そう、ちょっとボーイッシュにめっちゃなるんだけど、ベージュのパンツです。かこういうもう本当にこうちょっとデニムのパンツで合わせるか、もう全部一緒のこういうネイビーのパンツで合わせるかなんですよね。こう見ると本当に何でもパンツ合うぐらい万能シャツなんやけど、どうしよっかな、悩むな。そう、今日さ、今から行くのがさ、まあ、事務所とはやねんけど、あの夜に日向ちゃんっていうあの吉本坂46 の、 あの女の子と今日ご飯行くんですよ。もう大先輩なんですけども、そう、でその方がもう激おしゃれで、プラスめっちゃボーイッシュな方やから、なんかちょっとそれに合わせて行きたいとかと思って、いやどうしようかな、悩むな、やべえな、悩むな。でも昨日ちょっと実はネイビーのパンツ、これじゃないんだけど違うパンツを履いているので、ネイビーのパンツはなし。そう、こういう感じで消去法になっていく。でプラスこれがね、ニコ&のリキーズのパンツで、結構形が、まあ、クロップドみたいな、クロップドっていうよりかはちょっとコクンっぽいパンツ、ワイドなやつなんですね。ちょっと子供っぽくなるかな、この合わせだったら。いやでも可愛いんやけどな、黒があるから多分可愛いんやけど、いやでもな、ちゃう気がする、ちょっと違う気がするってなると、デニムでいく。あ、可愛いんちゃう。 OKOKOK パンツデニムでいく。じゃあ一回履いてみます。はい、ということで一旦着替えてみました。こんな感じ。ただね、これだけやとちょっと寂しいからさ、小物を加えたいですね。何加えようかな。あれにしよう。よし、ってことでベルトを持ってきました。ベルト、これがお母さんのお風呂のベルト。
はい、ベルトを通すとこういう感じです。へ、うん、なんかちょっと雰囲気変わった気がする。でもなんかこれだけやとな、やっぱちょっと寂しいんよな。で、ベレーベレー帽です。いや最近マジでベレー帽にすごいドハマりしていて、まあちょっと夏なのにウールっていう本当は普通に朝とかそういうベレー帽にしなきゃいけないんだけど、私マジで帽子が頭のサイズが合わなすぎてやばくて、いつもなんかもう古着の帽子のちょっとチャイルド用みたいなやつを購入してます。うん、今日これで行こう。はい、できました。OK。じゃあカバンはどうする？カバン？なんか無印のカバンとかも可愛いんやけど、最近はなんかこのカバンにハマってて、これがまあちょっとしょっぱいやねんけど、ネストローブさんで服買った時に、服買ったらこう服入れてもらうショッパーあるやないですか。それをこうやっていつも使ってる。あ、うん、かわいいんちゃう。かわいいかわいい、うん、で、靴はよし、靴はもうこのね、スタイル73のバンズでいきたいと思います。おっしょ、オッケー。これで今日のトータルコーデ決まったで。オッケー、一旦座りましたそうね、なんか今日はさ、新しい服があったから新しい服着ようって言って中心的にやったけど、普段はなんかテーマを決めてやったりとか、色を中心的にやったりとか、なんかそういうので服を選んだりとかするから、なんかそれもまた見せたいなって思います。なんかね、ゲットレディウィズミーがこれで合ってるのか分かんないんだけど、はい、ということで本日も動画を見ていただいてみんなありがとう。今から事務所行って夜ご飯ひなたちゃん食べてくるわ。またストーリーにあげるからよかったら見てね。てか多分もうこれ上がってる時にも見てもらう感じになるんだけど、まあちょっとでも参考になったらええなと思う。で、結構ゲットレディウィズミーってメイクとかあるんだけど、また休日のレディウィズミーとか、なんかもうなんちゃらのネタなんだなとか、そういう時にやれたと思う。やばい、もうぐちゃぐちゃやで、もうほんまもうやだわ。まあね、こうゆるっとした時間も大事ですよ、朝だから。みんなもう準備できた？はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リート登場キノコでございました。バイバイ。